こんにちは。今日はですね、ちょっとオリコの9-in-1ドッキングステーション、これを紹介したいと思います。今ちょうどアマゾンのプライムデーのセールやってるんですけど、まあ、それでも結構安くなってますので、ちょっと急いで紹介しようと思います。まあ、ドッキングステーションって書いてあるんですけど、通常の USB-C ハブと同じような機能を持ったものになります。オリコって皆さんご存知でしょうか。まあ、こういった SSD とかハードディスクのケースとか、あとケーブルとか、まあいろいろこうパソコンの周辺機器を出している会社になります。結構大手になるみたいです。まあ、ちょっとねサンプルでいただいたんですけど、で物がですねこれになります。まあ、本体はまあアルミというか蛍合金で、金属でできています。で放熱フィンがこういうふうについていて、なかなか放熱性の高そうな本体になります。で全部で9つポートがあります。これが USB-A ですね。 USB-A が3つあります。タイプ A、 一番通常の USB です。でこれがLAN端子ですね。ネットにつなぐケーブルを挿すことができます。でこれがマイクロ SD カードと SD カードのスロットになります。同時使用はできません。でこれは USB Type-C の PD パワーデリバリーで 100W まで対応しています。でこれは HDMI 端子です。でこれが 3.5 ミリのオーディオジャックになります。ここがですね USB Type-C なんですけど、これをここに挿して、これ付属のケーブルなんですけど、で反対側を、まあ、パソコンとかスマホとかタブレットとかにつないで使うことができるようになっています。まあ、私は M1 の MacBook Air とずっと合わせて使っています。で、まあ、通常の USB-C ハブというと、これがあの以前紹介したアンカーの 8-in-18個ポートがあるタイプの USB-C ハブになるんですけど、まあ、こういう感じでケーブルが普通はですね、固定ケーブルがこういう感じで固定されていて、まあ、長さも決まっているものがほとんどだと思うんですよね。これはまあだいたい20センチぐらいのケーブルになってるんですけど、まあ、あのノートパソコンなんかにつないで、それをスタンドに置いて浮かせて使ったりする場合は、この長さが結構微妙で、まあ、あの使ってる時こうプラプラね、ちょっと浮き気味になってしまったりする場合もあるんで、私もちょっと気にはなってはいるんですけど、まあ、そういうものが多いと思うんですけど、今回この紹介するのはこんな感じで結構長めの、まあ、大体80センチぐらいでしょうかね、手で測ったらそのぐらいだったんですけど、まあ、そういうケーブルがついてきます。で本体側からも外すことができますし、まあ、ケーブルが長いのでかなり設置の自由度が上がります。自分の好きなところに好きなように設置することができる、まあそれも一つのメリットかなと思います。であとはまあ、各端子のスペックなんですけど、 USB-C 端子と USB-A 端子はどちらも 10GB/10GBps まで対応しています。で PD は先ほど言いましたけど 100W まで対応です。で HDMI 端子はこのパッケージを見ると 4K60 って書いてあるんですけど、ネットを見ると 4K30 なんで、まあ、ちょっとどっちか分かんないんですけど、まあ、あの普通に私も挿してみましたけど、まあ、普通に使えました。で最初に言っていたすごい機能というのをちょっと今からお見せしようと思うんですけど、このですね裏側になります。ここがネジがあるんですけど、ここを開けることができます。これ付属のドライバーなんですけど、ちょっと開けてみたいと思います。このように開けます。そうするとですね、ここからなんと SSD が登場します。 M.2 という規格の SSD が入っています。まあ、これも同時に提供していただいたオリコの 512GB のものなんですけど、まあ、他社のものももちろん使うことができます。でこれは2280っていうタイプなんですけど、2260とか2242とか、もっと短いタイプも、まあ、使えるようになっています。でこのタイプの SSD はこの切り欠きの位置でいろいろタイプがあるんですけど、 M タイプと B&M タイプというものに対応しています。でこのタイプのものって結構発熱するんでしょうかね。でまあこういうサーマルパッドっていうか放熱用のパッドも付属してきます。で取り付けはまあ非常に簡単で、このここですね、この切り欠きの部分を本体のここの切り欠きに合わせて差し込むだけです。まあ、こんな感じでスッと差して、でこのゴムのこの取り付け部品を使ってはめ込みます。であとは、まあ、こんな感じでネジ止めすれば完成です。
で、まあこの SSD も徐々に値段が下がっていくので、今512入れてるんですけど、1テラとか2テラのものまで使えるようになってますので、まあ値段が下がってきたら、まあ2テラのものに差し替えるとか、そういう使い方もできると思います。で、転送速度に関してなんですけど、このオリコはだいたいですね、読み込みも書き込みも700メガぐらい出ます。結構早いです。で、これ私が今まで日常的に使ってきたサンディスクの SSD で1テラのもので、ちょっと 2世代ぐらい前のもんでしょうかね。これだとだいたいですね、書き込みが300で読み込みも300から400ぐらいなので、まあ、オリコの方が2倍ぐらい早いということになります。で、 MacBook Air の純正というか搭載されている SSD はやはり爆速で、書き込みが2倍ぐらい、読み込みに関しては4倍ぐらいスピードが出てますので、まあ、かなりやっぱり早いかなという感じがします。で、私の MacBook Air は吊るしのモデルで 256GB しか内蔵ディスクがないんですけど、まあ、それにこれをつないで512で、ここに動画の素材を放り込んで、でライブラリーもこの中で作って、でここで編集してるんですけど、まあ、かなり高速で、ほとんど本体内蔵の SSD とのスピード差を感じることはありません。まあ、そのスピードの速さと、まあ、SSD を交換できるっていうのがまた一つのメリットかなと思います。で、まあ、今までであれば私もこうやってアンカーのこのハブと、あとこの SSD 両方持って、今は使うときはこんな感じで刺してこうプラプラさせながら使ってたんですけど、まあ、これにすることによって、これ一つでオールインワンで持ち運びができて非常に便利かなと思います。で、まあ私もこの今部屋がですね、結構暑い部屋で、動画を撮ってる時なんかエアコン止めたりすると、まあ30度超えてくると思うんですけど、まあそういう暑い部屋でね、ずっとここ数ヶ月使ってるんですけど、まあ非常に安定はしてるんですけど、本体が、まあ、説明書にも書かれているんですが、最高で70度ぐらいになります。まあそれ自体は特に異常ってことはないので、私も別に心配せずに使ってるんですけど、まあただ70度って結構暑いので、まあこれ直接肌に触れ、長時間触れてたりすると、まあ、やけどするかもしれないんで、まあ、そこは注意が必要かなと思いますけど、まあでもね、これを直接膝に置いて使ったりすることもなさそうなんで、まあそんなに心配することもないかなとは思いますけど、まあ、結構発熱はします。まあそれもあって、この本体が軽合金でできていて、しかも足がこういうふうについているので、まあ、置いた状態でもちゃんとね、下に空間ができるので、空気が流れるようになっています。まあなので最大限放熱に関しては考えられているのかなと思うんですけど、まあ特性上ね、結構発熱はします。はい、ということで今回はこのオリコの 9-in-1 ドッキングステーション、まあ、ドッキングステーションとこの USB-C ハブの違いが私よくわからないんですけど、こういうふうにケーブルが取り外せるものはドッキングステーションなんでしょうか。もしくは外部電源をアダプターとか挿して使うことができるのがドッキングステーションかなと思ってたんですけど、これなんかね、別にそういうわけでもなくて、本当に USB-C ハブと何ら機能上の違いはないかなと思うんですけど、まあ、そういうものの紹介でした。まあ、違いについてもし詳しい方いらっしゃいましたら、コメントに自由に書き込んでくださればと思います。ちょうど今 Amazon のプライムデーセールで10何パーセントだったかな、結構安いのと、あと1000円のクーポンとか出てましたので、まあ、今だったらちょっと安く買えるかなと思います。まあ買うときは若干高いんですけど、 SSD が搭載できるっていうことと、 SSD も将来的にどんどん差し替えて使えるっていうことを考えると、まあまあコスパもいいんじゃないかなと思います。この M.2 の SSD はこういった通常の、なんていうんだろう、パッケージ化された SSD よりも若干安くて、 1TB のもので、今まあセールっていうこともあるんですけど、8000円ぐらいから買うことができます。こういうオールインワンっていうか、まあ、ちゃんとドライブとしてこう製品化されてる SSD は1テラだとね、今結構高いですよね。14,000-15,000円とかするので、まあ、そう考えるとね、結構安く買えるんじゃないかなと思います。まあ、詳しくは下にリンクを貼っておきますので、そちらの方をご覧になってみてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。